よしータです。今回もロー続き実況プレイしていきましょう。前回はこの穴の中に入って脱出を試みたんですけれども、えー、壁が迫ってきて押しつぶされて、そのまま遊兵されてしまいました。なんで今回はそれをどうか、どうにかして、えー、まあ、抗ってみようと思います。ということで、まあ攻略法はなんとなくね、なんとなくというか、なんか、もう分かってしまったんですけど、ちょっとやってみたいと思います。はい。これライトつけるじゃないですか。で、 これ、あの、右側に、あの、なんか変な道が見えてたんですよね。それ何なんだって話なんですけれども。はい、これ右側に、ちょっとうっすら見えてる道があるんだよね。ここに行くために、これなんか、懐中電灯を消すみたいなことだったと思うんだけど、待って。ちょっと待って、壊れかけのラジオ。これは意味ないが。あれ、懐中電灯を消すみたいなことがね、教えてもらったんですけど、 これ、あれかなあのー、壁迫ってきてからってことでいいのかはい、ここで、もうこ、これでどうあれあれあ、あ、あ、えっとね、あ、あ、あ、こ、これは、あ、待って。あ、そうか、つけちゃダメってことか。 あ。あ、やり直しまーす。これ、あ、もう右に行けるわ。これ、でも読んだら壁迫ってくんのかなちょっと。いやー、見、見たい。見たい。これ、ちなみにライトつけずにここまで来たんですけど。いや、これ、なるほど。初見じゃ無理なパターンでしたね。なるほど、なるほど。もう一応見るこれ。いや、これ見、み、み、見たらダメだな。うん、見たらダメだ。うん。 自分をちょっと抑えましょう。あ、で、下、いやー、迷路になってんのか。ちょっと待って。えー、こういう迷路は苦手だ。うん。え結構道分岐してるけど、一応繋がってはいんのかなこっちとか。あー、繋がってるね。はい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 。んー、これなんか、待って、もう単純に迷路あ、でも、いけそういけそう。進めてそう。 で一応は多分右側に行けばいいのかなかなるほどね。ライトつけないと、こっち行けると。はいはいはい。でも、まあ、壁のね、あの、右側か左側を辿っていけばいいみたいなの言うからね。まあ、そろそろゴールにたどり着くんじゃないかなと思いますけど。あ、これもう右行けるか。いや待て、こんな右に、こんな分かれ道あってさ、右が正規ルートなわけがないから、ちょっと待って、こっち下行けるんじゃないのあ、行けない。 待って。これなんだ <laughs> いやー、これはちょっとやっちゃったんじゃないの拾っちゃったんだよ。見つけちゃったんじゃないのこれは。なるほど。日本人形なんて一番大切でしょ。だってあれだもんね。ローの、あの、もう一つの人格、太郎のもう一つの人格が日本人形持ってんだもんね。待って、これセーブしとけばかった。まあ、いっか。まあ、もう一回ここまでやっていきましょうかね。はい。ということで、いきますか。あ こっちじゃねえんだ。あー、べか、勘違いしちゃった、勘違い。んーと、これで戻ればいいのかそれとも他に道があるのかちょっと待って、この細かいところが通れない。えーっと、あ、もうこっちじゃないし。やばい、迷った。え、確かに上に行く道みたいのはあった気もするけど、そっちの方に行けばいいってことなんすかはいはいはい。うん。こっち。 あ、でも、こっちも言って繋がってるだけか。うん。こっち行き止まりだもんね。そっかそっか。じゃあ、え、戻るのか日本人形を手に入れてこれ、んー、見る見ちゃう見ちゃうか暗くてよく見な、ね、い。ああ、なるほどなるほど。えー、じゃあどうすればいいんだ戻ればいいのかいや、戻っても意味ないよな。脱出口を見つけないと。 あ世界一可愛い人形、愛情を込めて育てると懐く。これし、なんかどおお、お、怖いって。ちょっとそのグラフィックちょっと怖いんだよなうん。日本人形、喋れんのお前。何回か話しかけてみよっか。うん。あ、まだ懐いてないのかなぁ、これ。うん。うん。愛情込めて育てる。愛情、ミネラルごと飲むかお前。あ、飲まねえか。 え、じゃあ一回戻るうーんー、他に行ける道とかなさそうな気もするけど、もしくは、これさっきみたいに、この両端両端ってか、ここ、を越えて、どっか暗闇の元にちょっと走って行けるルートがあるのかなどっちか。もしくはここで懐中電灯をつけるとか。いやー、どっちだ。一回つけてみよっか。えー、っと、懐中電灯。や待って怖いなー ちょっと待って、いろいろ。でもこれもうね、あのー、ここでライトつけた時にね、戻れない気しかしないから、ちょっと待ってね。ここで使ってみていいさすがにここまで行けばわかるから。はいはい、懐中電灯使ってみます。あこれは、わからないね。ちょっと待って。あー、これあれか右側。あ。おーこれわかったわ。ちょっと待って。 ライト消しますかああ、消せる消せる消せる。ナイス。ここに来たらライト消せんのね。はいはいはい。なるほどなるほどなるほど。だからあの壁調べちゃったらもうジ・エンドってことだったのかなうん。さてそしたらこれ右側、これライトいつもあのー、消したりつけたりできるのであれば、なのであればこっちまで来てここでライト消す。ライトつけますかあ、つけるかあ、ん違うな いや、戻ってみるか。はい。あなんだ、人形を持ってきたことにた。あー、オッケー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 。オッケー。この日本人形、太郎と話していた人形だよな。うん。そうだね。まあ、こいつがちょっと言っちゃえば元凶みたいなところある気がするんだよな。なんかよく見たら美人にも見えるよな。そうでもないよな。 いやあ、まさとくん。おー、喋ってきた。え、でもなんかこういう、なんか、ん、懐くみたいな書いてあったけどな、この日本人形。ってか、同一人物なのかわかんないしね。あ、もう、あくまでもそっか、人格、太郎の人格の一つなわけだから、そんな関係はないのか。うんまあ、よくわかんないから、説明で見るか。人形が、喋った君はここから出たいんだろ じゃあ僕がこ、君をここから出してあげるよ。出してってお前は一体。僕は太郎の分身だよ。僕の中には太郎の爪が入っているんだ。太郎の爪。なるほど。な、なにあの、じゃあ太郎は爪をあの人形の中に入れて遊んでたってことですかなかなか怖い趣味をしている。でも僕は太郎の分身であっても、 君たちをいじめる太郎とは違う太郎なんだ。あ待って。ってことは、これあれかあの、いあのー、いつも通りってか、あの、狂ってしまう前の太郎の人格ってこと僕は雑誌敷廊で寂しがっていた太郎を救うために生まれた優しい人格の太郎だ。三つ目の人格があるってことでいい、これ。 えっと、あの、いじめられてた太郎と、えっと、復讐を誓う太郎と、あの、優しめの太郎。これ、これが三つの人格ね、優しめの太郎ってことでいいのかなだから安心していいよ。お安心するかじゃあ。本当かでも、でも本当か、怪しげいな、でも言うて、ちょっと疑っちゃう節もあるよ。一人で喋り出す日本人形に、安心していいと言われてもなぁ。 しかし今はなんと、何としてでもここから出ないといけないしな。まさとくん、君の体の一部を僕の服の中にでも入れてくれ。君の体の一部、なんだろう、う髪の毛とか。そうしたら君は僕を操ることができるよ。あ、なるほど、なるほど。だから遠隔操作みたいな。だからこの牢屋から出て鍵を取ってきてもらって脱出するみたいなこともできるわけか。 それってなんかどっかの部族が呪術に使う人形みたいだな。なブードゥー人形みたいな。今は呪術でもいいから頼るしかないか。じゃあ髪の毛でも入れてみようかな。そうだね。でもこれ、本当に騙されてない大丈夫そのまま眠っていれば、君と僕の魂が共鳴して、僕を操作することができるよ。魂が共鳴って、そんなの少年漫画の世界でしか聞いたことないぞ。 さあ、眠るんだ。ねーねーん、ころりよー。はい。ね、お、寝た。寝かし上手だね、日本人形。おい、これ、あ、だされたパターンじゃない大丈夫また迷路みたいになってたよ、体が。はどうな、俺の体がに日本人形に。 でもさ、これ、さ、なんか体交換したとかちょっと疑っちゃうんだけど、大丈夫まだ俺日本人魚だいぶ疑ってるようん。俺が眠ってる。とにかくこの姿なら、うまいこと牢屋から出られるかもしれない。このまま日本人魚の体でお前は過ごすんだよ、みたいな。そんな展開嫌だよ、俺。とにかくなんとかしないと。本当にいい人形なんだろうな。えっと、これで出れんのか 待って、セーブ、セーブ、セーブ。危ない。俺としたことがセーブをお答えるところだった。さて、ここら辺にセーブしておきます。おぉ、日本人形。はい。えあんどっから出んのこれ。こ、こういう穴穴がある。あー、なるほど、こっからか。はい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 。行きますか。でおぉ、地下通路。で どこに繋がってるんだ言うて地下牢から地下上に行ったとしても、あ、こんなでも、でもなんか作られてるような通路だな、ここ。日本人形、ここ出入りしてたとこなのかなうん。あ、はいはい、ここに戻ってくんのね。了解了解。そしたら、まあ、行きますか。で、ま、鍵とかはないよな。うん。 さてさて。この状態で、なんかテレビとか調べてみるか。もう何回もセーブするよ、俺。オッケーオッケー。はい、テレビ。うん、カオスのゴンゲんとりあえず、ユカの部屋に行くか、でも。うん、ユカ、大丈夫かあ、いない。ユカはいない。クローゼットに服が足も構えてる。ここら辺じゃないのか、じゃあ。 うーんと、お父さんの部屋、違う。漁師の部屋でもない。俺の部屋。いないね。ってことは、玄関、えー、トイレ。いや、ト、トイレにここにいたらね、あの、ちょっと、さすがに、あの、失礼というか、うん、あれな、になってしまうけど。ここでもないよなえー、どこだうーんと、一旦、あれか。あの、外側から開けるっていうことをしないとダメなのかな戻って。 <laughs> じゃあ、一回戻って。ええー、と、あ、そっか、バットさそう。バットか、バットだ。バットがあればいけんのか。なるほど、それを取ってくる来ようってことか。はいはいはい。全然理解し、ちょっと待って、いるやん。なんでいるの今なら、あの、う、あの、肩から生えてる腕をさ、どうにかできねえか、これ。い,いけるっしょ。 バやクサブんどうもかわいい人形のようだけど、どうしてこんなところに人形があるのかなもしかして牢の中のお兄ちゃんを助けに来たとかちょっとノーコメントでお願いします。そんなこと。 させないよ。僕が君を可愛がってあげるから。はぁ、あ、どうして逃げ出すんだい僕は地獄の底まで君を追いかけるよ。く、来るなおー、きるまたこの、あの、でもね、なんかスクロールできなずにに、お、またまたまた、ちょっと待って待って。どっか穴あったか穴あったかおいあらら。これどうなんの また捕まったけど。え何お兄ちゃん、これでずっと一緒だね。うわ。<laughs> 一緒におままごとでもしようか。お兄ちゃんが旦那さんだよ。旦那さんまあまあ、おままごとはそうか。 あなた今日は早く帰ってきてくださいねはいもう尻に敷かれてるし尻に敷かれてる夫役だ、うん、さあ行ってきますのチようんえ <laughs> でもさこれあのこの中に太郎が入ってるって思うとなんか嫌だな、うん、ちょっと太郎太郎そ,そっち系かまあまあ、まあ、今は多様性の社会ですからまあ そこで変な目で見るのはあれかもしれないですけど、ちょっとやだな、なんかな。お姫様のキスか。俺は一生人形のまま遊ばれるのか。ずっとこの家の中でもて遊ばれ続けるのか。嫌だな。まあ、ゆかにもて遊ばれるなら。本望かな、おい、目を覚ませ。ゆかじゃねえぞ、こいつは。 <laughs> えこれエンドエンド11「老人形」あある意味老人形ってかうんうまいうまいうんなるほどでどうすればいいんだこれこれで戻っちゃうといけないわけでしょだから何かしらのアイテム武器的なものを持って たたらいいかと思ったんだけどそういうことでもなさそうだな。でもこっち行けるのは絶対意味があると思うんだよ。うーん。<laughs> これでもゲームできるのかいあネット検索とかはできない。うーん、そしたらどうしようかな。時間もいい感じなんだよな。ここら辺で終わっときますか壊れたくなるじゃん、一応。感度はもうラジオは使えない感じか。 まあ、次回はそこを、とりあえず、あの、床をどう対処するか考えましょうかね。うん。紙切れ ABC、うん。他にも関係ないよな。うん。まあ、最後に、ちょっとだけ、あのー、もう一回見ていいあの、穴、どっか逃げれる場所ないかちょっと探してみていいかもしかしたら違う穴から出られるんじゃないかって思うんだけど。懐中電灯とかはあ、ライトつけますかとかあるぞ。これ待って。 ごめんね。いろいろ、あのー、あの、行ったり来たりを繰り返してるけど、これライトつけれるなら、ライト消しますかああ、今ライトつけてたのか。ライトつけます。ここ、地下通路に何かあってもおかしくないんじゃないうーん、なんもねえな。うん、もう戻れねえしな、こっち。そしたらどうしよっかな。 これ、じゃあ、これ、ゆか、あ、ゆか、いま、あ、ゆか、いました、逃げます、ここで。これでどうこれなんか変わってないこれでもう一回行くとか。これで消えてるとかないワンチ。あ、いるね。もうダメだ。もうおしまいだ。もう、あの、もう助けに行くことできない自分を。 まあっていう絶望の状況で今回はこんぐらいにしましょうかね。いや、どうするのかなうん。まあ次回はやっぱね、そこから考えていくことになりそうです。ということでね、セーブだけさせてもらって、はい。次回そこからやっていきましょう。ということで、この動画が面白いと思ってくれた方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもしていってね。それではまた次の実況でお会いしましょう。実況者を私、チーターでお送りいたしました。さよなら。